マーダブクマール・ネパールは、ネパールの政治家。首相。元、副首相。ネパール統一共産党元書記長。政権議会議員。略称、マクネの名で親しまれている。ネパール南部、ラウタハット・グンガウルのバラモン階級の家に生まれる。祖先は200年以上前に、インド、ビハール州から移住してきた。ネパール語が母語であるが、英語、ヒンディ語、マイティリ語、 ボージュプリー語にも通じている。本来の性は、ウパディアイであったが、バラモン階級であることがわかる性なので、カースト制度に反対する意味で解明した。インドのビハール州に留学するが、病気のため帰国。1973年、トリブバン大学小学部卒、銀行員、公務員などを務める。1969年以来、共産主義運動に参加、スボード、 スニル、ラジャン、ビベクなどの偽名で地下活動を行う。1971年、ネパール革命機構の地区委員会のメンバーとなる。1975年6月7日から翌日にかけて、ビラートナガルで開かれた全ネパール共産主義、革命調整委員会の大会で初期局員に選出される。1976年、政治犯として2年間投獄される。 1978年、ネパール共産党、マルクス・レーニン主義派の設立に参画し、政治局員となる。1990年の民主化運動では、指導的役割を果たした一人である。1991年、ネパール共産党、マルクス主義派と、ネパール共産党、マルクス・レーニン主義派の合同による、いわゆる統一共産党の結成に参加。 1993年、初代初期長だったマダン・クマール・バンダリが、謎の自動車衝突で死亡して、以後、15年にわたり、統一共産党の初期長を務めてきた。統一共産党の少数与党によるアディカリ、内閣では副首相権が愛称権国防省を務めた。1999年にアディカリが死去した後は、初期長の身分で、統一共産党党首を務めた。 彼は猛派による内戦は軍による弾圧によるのではなく、話し合いで解決するべきであると主張した。2001年、ネパール王族殺害事件の後、ギリジャー・プラサード・コイララ首相の辞任を要求。反政府抗議活動に対する弾圧の中で逮捕される。2006年の民主化運動では7党連合の一員として活動し、ギャネンドラ国王の独裁政権を倒した。 2008年4月12日のネパール政権議会選挙ではカトマンズ第2選挙区及びラウタハット第6選挙区に長福立候補資料選挙区で落選した。ネパールは統一共産党の敗北の責任を取って初期長を辞任し党国際局長を務めた。後任の初期長にはジャラナとカナルが就任した。統一共産党はネパールを一時初代大統領候補に 挙げたが、猛派の協力が得られず取りやめた。2009年1月13日、プラチャンダ内閣の指名により、政権議会議員となり、憲法制定委員会議長に就任した。2009年2月の統一共産党、第八回党大会では一旦、議長に立候補を表明したが、後に、KP シャルマオリの指示に回った。結果的にオリはジャラナートカナールに敗れた。 2009年5月4日、国軍参謀総長会議をめぐる紛争で、ケハのプラチャンダ首相が辞任した後、5月23日、統一共産党とネパール会議派に押され、さらに態度を保留してきたマデシ人権フォーラムも支持に回り、22党の推薦を受け無投票で首相に選出された。モーハナド3党は投票をボイコットした。 2010年6月に辞任を表明したが、政権議会における主犯指名選挙にて過半数を獲得する候補者が現れず、同年9月まで8回も選挙を繰り返しているが、いまだに公認が決まらない状況にあった。首相就任前の2008年8月中旬、来日。18日に国際協力機構、JICA で上田義久理事と意見交換した。 同日日本共産党本部で党国際部長と会談、同日夕方外務省を訪問し、実川信秀大臣政務官を表敬し、意見交換を行っている。夜は日本ネパール協会主催で都内のレストランで講演した。また19日は日本ネパール友好議員連盟のメンバーと意見交換した。ネパールのポカラ氏と姉妹都市関係にある長野県駒金市も、 親善訪問している。ありがとうございます。